2011年ワールドソーラーチャレンジで2連覇を達成した東海大学ソーラーカーチームのソーラーカー、都会チャレンジャー。東海チャレンジャーは日本の東海大学チャレンジセンターライトパワープロジェクトソーラーカーチームが設計、制作したソーラーカーシリーズの社名である。東海大学工学部電気電子工学科の木村秀樹教授が総監督を務め、 ゼロツーダーウィンプロジェクトのチーフエンジニアである池上厚也がテクニカルディレクターを担当した。現在は同大電気電子工学科の佐川康平助教が総監督を継ぎ、空力設計に航空宇宙学科の福田博史大准教授が監督に加わり、ドレ、ブリジストン、三つ葉、ジェイテクトなどの企業ともに産学連携で開発、制作が行われる体制にあり、 2009年から2019年の間に6台が開発された。2009年と2011年に3輪の1号車と2号車。2013年と2015年に総動型ボディを採用した4輪の3号車と4号車がデビューした。2017年と2019年に単動型ボディに変更された4輪の5号車と6号車を世に繰り出した。 2009年と2011年には、オーストラリア大陸 3000km、ル縦断ソーラーカーレースである、ワールドソーラーチャレンジに出場し、それぞれで優勝して2連覇を達成した。また、2010年と2012年には、南アフリカ共和国で開催された、FIA 公認のソーラーチャレンジ大会でも2連覇を、成し遂げた。2013年には、 ワールドソーラーチャレンジのレギュレーション変更に合わせた4輪、ソーラーカーが開発され、同大会で2位となった。2015年のワールドソーラーチャレンジでは、日本勢としては最高の3位に入賞した。30周年記念大会となった2017年は、太陽電池面積が4平方メートルに削減される、中で、モノハル型のモデルを開発し、総合4位になり、 2019年には 142kg にまで軽量化された改良型総合を2位につけるなどで世界のソーラーカーレースで常に上位に入賞している。2009年式都会チャレンジャーはオーストラリア大陸のダーウィンからアデレードまでを縦断するワールドソーラーチャレンジに出場した。このソーラーカーはシャープがメインスポンサーとなり東海大学、三つ葉、パナソニックなど 多数の企業が協力して、設計、製作された。太陽電池モジュールには高性能な太陽電池、すなわち宇宙用に開発された、変換効率30%の3、接合化合物太陽電池が採用された。また、リチウムイオン電池には、パナソニックの高容量、リチウムイオン電池が採用された。ドライバーにも、世界ラリー選手権や、 ダカールラリーで優勝経験があり、ラリー経験の豊富な篠塚健次郎を迎えた。2009年ワールドソーラーチャレンジで優勝した、東海大学ソーラーカーチームのソーラーカー、都会チャレンジャー09都会チャレンジャーは、2009年ワールドソーラーチャレンジにおいて2 9 9 8トルを4日間。 合計29時間49分で走りきり、時速 100.54km の平均速度を記録して優勝した。この模様は2010年1月23日放送の NHK 総合ワンダーワンダー、2月28日放送の NHK シーハイビジョンスペシャルなどで取り上げられた。その後、エコプロダクツ2009やラスベガスで開催された。 コンシューマーエレクトロニクスショー、アブダビで開催された、ワールドフューチャーエネージサミット2012など、多くの展示会で出展された。2010年サウスアフリカンソーラーチャレンジで、ケープタウン近郊のテーブルマウンテン付近を走行する、ソーラーカー、都会チャレンジャー2010年には、南アフリカ共和国を一周する、国際ソーラーカー連盟と、 国際自動車連盟公認のサウスアフリカンソーラーチャレンジにおいても優勝した。総走行距離 4061.8km を総走行時間45時間05分で走破し、時速 90.1km の平均速度を記録した。同年10月には、集英社が発行するコミック誌、ジャンプスクエアで、大田垣康夫、村田裕介による、ドン転。 プリズムソーラーカーの連載が始まり、本車両などがモデルとして表紙などに用いられた。友達イニシアチブプロフラムの一環で、ジョン・ケリー国務長官が、中日アメリカ合衆国大使館で、東海大学ソーラーカーチームのメンバーを称賛。2013年4月14日2011年、ワールドソーラーチャレンジのレギュレーションが変更された。具体的には、 霊級都会チャレンジャーが南オーストラリア州の制限速度時速 110km で巡航する事態となったことから、化合物太陽電池の搭載面積が6平方メートルから3平方メートルに削減された。シリコン太陽電池は6平方メートルに据え置かれたため、2011年式都会チャレンジャーは発電量で有利になる。 パナソニック製太陽電池ヒットを搭載するために、新造された。太陽電池モジュールヒットは22%の変換効率を達成し、定格出力1 3 2ットを得た。また、ボディ材料である炭素繊維はトーレから提供を受け、ドームカーボンマジックで成形された。その結果、バッテリーを含む、車体重量は1 3 4キログラムと、 極めて軽量に仕上げられた。2011年3月11日の東日本大震災の影響を受けるなどでソーラーカーの設計、製作が大幅に遅れたものの空輸などの手段によって大会に間に合わせた。11都会チャレンジャーは2011年ベオリアワールドソーラーチャレンジにおいて2 9 9 8トルを5日間。 合計32時間45分で走りきり、時速 91.54km の平均速度を記録して優勝し、オーストラリア大会に連覇を達成した。2012年4月8日には、ネクスコ中日本の協力を得て、開通前の新東名高速道路において、時速 100km の走行テストに成功した。同年9月7日に公開された、映画、踊る。 大捜査戦ザ・ファイナル新たなる希望では、日本科学未来館に設定された、国際環境エネルギーサミットの会場内に、エキストラとして出演した。9月18日から開催された FIA の代替エネルギーカップに位置づけられたサソールソーラー、チャレンジサウスアフリカに出場し、9月28日に、ソーラーカーレースとして、 世界最長となる 4632km のコースを完走するとともに71時間13分の記録を樹立して優勝した。その結果、都会チャレンジャーシリーズとして南アフリカ大会に連覇を達成した。2013年4月14日、中日アメリカ合衆国大使館からの招待を受け、ジョン・ケリー国務長官とチームの学生メンバーが 都会チャレンジャーの前で対談した。4月20日、タカラトミーが発売するミニカーシリーズのトミカナンバー26として、東海大学ソーラーカー、東海チャレンジャーがラインナップに加わった。2014年1月20日には国際石油開発、定石グループの要請を受け、アブダビで開催されたワールドフューチャーエネルギーサミット2014-21。 都会チャレンジャーが出展され、モテギ都市密経済産業大臣らの訪問を受けた。アブダビ石油大学が初めて製作したソーラーカー、安一は、11都会チャレンジャーをもとに、東海大学と共に開発がなされた。13都会チャレンジャーは、2013年10月に開催されたブリジストンワールドソーラーチャレンジに対応するために開発された4輪。 ソーラーカーである。新レギュレーションに適合させるために、全長は約50センチメートル短くなり、コックピットは左側に寄せた固まらんタイプとなった。パナソニックは2011年の太陽電池モジュール、ヒットを改良し 22.、22.5%の変換効率を達成したものを提供した。トーレは F1 カーでも当時採用されていない。 炭素セニー材料を提供し、トーレカーボンマジックで CFRP ボディ整形が行われた。2013年10月に開催された同大会では、ヒドゥンバレーサーキットで行われた予選時のタイムトライアルでコース上にあった砂の影響でスピンしたことから20位からのスタートとなったことや、ライバルのヌオンソーラーチームが集航式太陽電池モジュールにより、 集航面積を1.5平方メートル程度増やすといった戦法を採用したことなどから2位となった。2 9 9 8トルの計測区間を走行した記録は36時間22分。平均速度は時速8 2 4 3トルであった。この模様はテレビ朝日により挑戦。オーストラリア縦弾3 0 0 0キロ世界。 最高放送ーラーカーレース密着ドキュメントという85分間の特別番組に編集され、2014年1月19日に放送された。同年2月25日、ムハンマド・ビンザ・アイド・アール・ナヒアーン皇太子の訪問を受けた。11月13日から17日にかけて、チリ共和国北部のアタカマ砂漠で開催された S ・カララソーラーアタカマ大会では、 四輪のソーラーカーを対象としたエボリューションクラスにエントリーし総合優勝した。15都会チャレンジャーは2015年10月に開催されるブリジストンワールドソーラーチャレンジに参戦するために開発された四輪ソーラーカーである。新レギュレーションに適合させるためにコックピットが交代し、総動型のタマランタイプとなった。また、 風気抵抗を低減させるためにボディを薄くした。パナソニックは太陽電池モジュールヒットを改良し、23.2%の変換効率を達成した。トーレは炭素繊維トルカ M60 を提供し、トーレカーボンマジックで CFRP ボディ成形が行われた。長年にわたりミシュラン製ラジアルタイヤを使用してきたが、この車両からブリジストン製、 ソーラーカー用、ラジアルタイヤであるイコピアウィズアロジック95、80R16 を採用した。2015年大会は、日本勢で、最高の3位に入賞した。2016年3月27日には、神奈川県、箱根町、東海大学、足の湖スカイラインが主催した、ソーラーカー足の湖スカイライン走行プロジェクトで、一般行動を、 ソーラーカーが走行するイベントでデモ走行を行った。同年10月、南アフリカ共和国で開催された2016サソールソーラーチャレンジでは総合2位となった。15都会チャレンジャーは30周年大会となるブリッジストンワールドソーラーチャレンジに向けて開発された。太陽電池面積の上限がそれまでの6平方メートルから4平方メートルに 削減されたのに対し、全長全幅の制限が5メートル ×2.2 メートルに緩和されたことから、15年の騒動型とは全く異なる単動型のモデルとなった。太陽電池はパナソニックが開発中のバックコンタクト型の太陽電池ヒットを搭載し、変換効率は24.1%を達成した。ボディは、トーレの高強度炭素繊維。 トルカ T800 が多用された。多接合化合物太陽電池の面積制限が緩和されたこともあり、2017年大会はシリコン太陽電池搭載チーム並びに日本勢でトップとなる4位となった。大会の模様は2017年11月26日放送の BS ジャパン特別番組オーストラリア3000キロ加国。 ソーラーカーレース2017年12月25日放送の NHK 総合超絶スゴ技などで取り上げられた2018年9月30日南アフリカ共和国で開催された2018サソールソーラーチャレンジでは2016年大会に続いて総合2位となり特別賞として環境賞を受賞した19都会チャレンジャーは 17都会チャレンジャーの進化版として2019年ブリジストンワールドソーラーチャレンジのために開発されたモデルである。2009年のリチウムイオン電池の提供から10年の節目ということでパナソニックがメインスポンサーから外れたことなどから W3 パワー社製の利面電極型シリコン対応電池をゴッチャルマンソーラーテクノロジー社がモジューリングした。 太陽電池モジュール4平方メートルに変更削減された。ホイールレイアウトやサスペンションは17年型をおおむね流用しており、ホイールベースやトレッドは同一である。全幅も変更がないが、全長についてはノーズの高さを若干下げたことから10ミリメートル短くなった。コックピットを220ミ、mm、リメートル前方にずらしたことで重心位日を ボディセンターに近づけ、若干ではあるが、発電量を増加させた。ボディの一部にはトーレが開発した、高強度、高弾性を両立させた、炭素セニトルカ M40X が使用され、各部の見直しによって1 7 0ラムあった、車体重量が1 4 2ラムに軽量化された。2019年大会は、時速8 6 1トルの平均速度を、 記録し、優勝した、ベルギーの NL、アゴリアソーラーチームに11分18秒差まで、詰め寄ったが惜しくも、総合2位となった。大会の模様は、2019年12月29日放送の、BS テレビ東京特別番組地平線の彼方へ。激走3000キロ2019、ブリジストンワールドソーラーチャレンジで取り上げられた。 うちの数値は11都会チャレンジャーとの比較ないの数値は15都会チャレンジャーとの比較ないの数値は17都会チャレンジャーとの比較ありがとうございます